皆さんこんにちは。今日はたるんだ二の腕を細くするストレッチをご紹介していきます。この動画を最初から最後までしっかりと見ていただくと、あなたは二の腕が太くなる習慣を身につけることができます。ぜひ一緒に頑張りましょう。では二の腕が太くなってしまう原因を解説します。この原因を抑えておかないと、どんなにトレーニングをしてもトレーニングをやめてしまったら、また二の腕が太くなってトレーニングをする、この無限ループにねハマってしまいますから、必ず二の腕が太くなる原因を根本解消してからエクササイズをするようにしていきましょう。何回か前の動画で双半神経抑制という言葉をねご紹介しましたが、この双半神経抑制というのは、筋肉を縮めると反対側の筋肉が緩んでたるむという性質のことを言いました。これが全身で起きています。特に二の腕は起きやすいんです。皆さん力を抜いて見てみましょう。二の腕が太くならない方というのは、力を抜いた時に腕がまっすぐ伸びています。ちょうど頬の真ん中に中指がポーンと落ちて、肩から中指までがまっすぐです。こういった方は二の腕の筋肉と二の腕の裏側、たるみをなくす筋肉の長さのバランスがちょうどいいので、力を抜いても腕が曲がりません。これに対して二の腕がたるみやすい方は、日常生活スマホを触ったり料理をしたり、ほとんど二の腕を曲げた状態、上腕二頭筋といいます、この力とこの筋肉を使っているので、ここが縮こまって双半神経抑制が起こり、反対側の筋肉がたるんだ状態になっています。そういった方は力を抜いてもちょっと肘が曲がってます。見てください。どうですか、力を抜いて肘がちょっと曲がっている方、自分の二の腕を触るとたるんでませんか。つまり二の腕の裏側、どんなにトレーニングをしたとしても、前の筋肉が縮んだ状態で生活をしていると、勝手に二の腕はたるんでしまうんです。つまりまずは二の腕の縮こまった上腕二頭筋をストレッチして伸ばしてから、裏側の筋トレをしないといけません。体のいい人はもう気づいていると思いますが、このような一般的なダンベル体操、重りを持って曲げる動きをしていくと、力こぶの筋肉が縮こまっていますから、先ほどの双半神経抑制が起こり、力を抜いても肘が少し曲がったような状態になり、勝手に二の腕の裏側がたるんでしまう、こういった状態になってしまいますから、うわー頑張ってダンベル上げ下げをすればするほど二の腕はたるんでしまうので、こういったエクササイズは間違っても二の腕を引き締めるためには選ばないでください。皆さんご自身の目的に合わせた正しいエクササイズを選べるように、一つ一つのエクササイズの意味をしっかり理解していきましょう。なので今日やっていくのは二部構成です。二の腕の前、上腕二頭筋のストレッチをしてから、二の腕のたるみの原因、上腕三頭筋のトレーニング、この二つをやっていきましょう。二の腕の筋肉はしっかり肘を伸ばして後ろに引きます。指先は全部ファーにして後ろに引くことで、どうでしょうか、この二の腕の上腕二頭筋、力のこの筋肉が伸びる感覚ありますか。自分で引っ張っておくのがしんどいなという方、体よりも後ろに引いています。これしんどい人は壁に手をついて、少し胸を反対側にねじっていきます。できるだけ手首を曲げて、しっかり胸を手と反対方向にねじってください。はい、その時に力を取る、もちろん前後の部分から胸のあたりまで全部が伸びてきます。二の腕のたるみを作るのは、前側の筋肉が縮んでいるから、まずはしっかりと前、特に二頭筋を伸ばしていきます。あと一息深く吸って、長く吐いて、あーいいです、脱力、ちょっとここら辺がねだれだけ熱くなってます。今度は反対側、指先をしっかりパーンに開き、手首を曲げて後ろへ、はい、壁がある方は壁とかにね手をついてもらって、固定してねじってもらう、これでもいいです。しっかりと手首を伸ばして、手のひらを遠くへ押すイメージをすると、さらに二の腕、力とこのラインが伸びていきます。そして角度を変えてみてください。少し上の方に行ったり下に行ったり、一番ここら辺がピーンと伸び感じるところ、人によって角度は違いますから、自分で探してください。そのまま深く呼吸、もう一息、あと10秒ほど呼吸を続けていきます。胸は手と反対方向にねじっていきましょう。長く吸って吐き切ります。はい、OK、 二の腕の力とこにつながる前腕、この筋肉も伸ばします。はい、手首を曲げて、こんな形です。これ座ったまま地面に手ついてもらってもいいです。そっちの方が楽だと思います。この手首のこの角度を鋭角にすると前腕部が強く伸びます。さらに深く
深く長い呼吸です。泳ぎある方はちょっとずつ高く持ち上げて、大体90度ぐらい曲がってきたら OK です。90度ぐらい超えるぐらいね、伸びる方はすごく前腕の筋肉柔らかいです。これも日常生活ではペンを握ったりスマホを触ったり曲げることしかしませんから、力こぶと一緒に縮こまりやすいですね。できるだけ反らしてストレッチ、日常生活でしない動きをできるだけやった方が健康にいいです。もう一度息頑張って OK なストレッチです。今のストレッチをまずは毎日2セットから3セットやっていきましょう。夏までに二の腕細くするためには必ず必要です。そして力を抜いた時に1、2週間もすれば最初曲がってた肘がストーンと伸びやすくなってきます。そしたら二の腕が細くなるサインです。使うものはいつものラップの芯です。芯がないって方はこのようなハンガー、抜ければ少し厚みがあるものが理想的。これもないなっていう方は普通のこういった薄いハンガーを3つ4つぐらい重ねてもらって、これを押し潰すような形で使っていきます。どれでも構いませんから、あるものを使って代用してやってください。この芯を後ろで押し潰しながら腕を伸ばす戻す、この動きだけなんですが、ポイントは普段縮こまっている方、二の腕がたるんでいる方は二頭筋が縮んでますから、しっかり肘を伸ばしきること、そして胸が縮んで腕が内巻きになっていますから、しっかりと胸を開く。イメージは二の腕を外向き、ちょうど肘の線が外を向いた状態、このままで手のひらだけを内向きにします。肘ごとね、内側向きますから気をつけて。二の腕の付け根は外回し、手のひらだけを内向き、この状態で芯を押し潰しながら引く、これだけ。ではこの動きを10回やっていきましょう。この潰した時に手の先に力はあまり入れない、この三頭筋、二の腕の裏側にしっかり力を入れて、ここで潰してください。ではいきましょう。10回後ろに1、2、3、4、5、6、1、8、9、10、ここから肘を持ち上げて脇締めたまま、このまま肘を伸ばしましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、1、8、9、ストップ、10、はいです。これだけでもかなり二の腕の裏側ですね、上腕三頭筋に力が入ってきていると思います。今お伝えしたら二の腕のストレッチ、そしてトレーニング、この二つをしっかり毎日やってもらって、2週間から3週間ほど頑張ってみてください。必ずこの二の腕のラインが変わっていきます。もしよかったら二の腕のビフォーアフターの写真を撮ってもらって、 Twitter の方に DM で写真送ってもらえたらなと思います。ぜひこの5月中に二の腕を2回りぐらい細くして夏を迎えていきましょう。ぜひこの動画のご感想はコメント欄の方にお願いします。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。ぜひこの動画がいいなと思った方は高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。